はい、皆さんこんにちは。ハビタップスターズターザンマコゾノです。そして高桜です。あの宮本です。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。サマーズボールやっていきます。いや、みんな俺ハブルかいや、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。いや、今日はね、はい、あれなんですよ。サモンズボードはですね、はいはい、劇場版魔法少女マドカマジカコラボって撮るんですよ。イエーイ。いやね、待ってた。ミオモンチで3回ぐらい見たもんね。いや、ほんともう、あのちっちゃい PC の画面で俺でもね、正直ね、劇場版の新編の方もね、俺まだ見てないんだよ。いや、見た方がいいっすよ。マジで見た方がいいっす、ほんとに。最後、普通にね、テレビの方見ても、はいはい、結構3話ぐらいでハッてなったけど、このままハッてなるの。バクってなるのか。そう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 。そうそうそう。俺そういうつもりで見てなかったけど、いや、俺ももうちょっとなんか、もえーって感じで見たと思ったら、それ分かった上で見る劇場版はまた違うだろうね。ああ、確かに。劇場版大丈夫だから。マミさん、クス強いから。あ、そうだ。じゃあ、安心してみる。安心してみてください。ということで、まあね、もちろん魔法少女は出つつも、はい、まあ、魔女ですよ、魔女。うん。ね、いっぱい出てくる。はい。ただ、まあ、やっぱそんなところはね、ちょっとあれですよ。ガチャ今回何が出るんですか。この、ホムラちゃん。ホムラ。これでも継承って書いてあるけど、俺まだ継承のことよく分かってないから。ホム系ね。そうそうそう。ホム系って言うんだ。多分キューベを100万尾ぐらいやってますね。この顔。コラボが前やってたの知ってて、うん、なんかずっと欲しいなと思ってたんですよね。ああ、そのコネかなってね。復刻しないかなってことね。ダニダンコネかなと思ってたら、来たと。来た。まあ実際このホムラちゃんね、だいぶ強いんだよね。いや、なんかもう、乗車のこと書いてありましたね。スキルアタックタイプで、まあリーダースキルも、まあ、スキルアタックタイプ用なんだけど、このスキルがね、なんとこうスキルマスと3ターンで回せるという、おお、恐ろしい回転率ということで、ね、追尾って、追尾するんですか。うん、15倍ダメージ、5倍追尾だから、うん、これはね、相当困り効くやつ、稼げる、ね、ダメージをね。でもね、これ知ってる。あの、だからサモンズボードのこのコラボガチャ、はい、今回のコラボガチャは、はい、あのマドカマジカのキャラしか出ないから安心して、うんうん、なんか他のが見てたりしないから。えっ、それめっちゃ嬉しいじゃないですか。いいでしょ。うん、じゃあちょっといくよ。しょっぱなコラボじゃねえじゃんみたいにならないんだ俺に。ちょっとだからマジで俺、あの、なんかこの後にあ、マジがわからないよっていうのが見えてる。え、その何、確定を俺が言わされるのが佐藤さんがわけがわからないよっていうのはないわけだ。わけがわからないよ、とりあえず、まあ、言いたくないですよね。言いたくないよ。誰が好きなんですか、ちなみに。俺はもうなんだかんだ一周回ってマミさんなんだよ。あ、でも予想通り、予想通り。バレッとしたよ。お、バレッとした。ティロフィナーレやらして。おこの2人の窓とホムラ、いきなり来たぞ俺。え、これ2人いるよ。あの、今回追加されたやつですよね。これめっちゃなんか耐久できるやつ。そうなんで、これはね、もうわけわかる。俺はもうわけわかる、わけわかる。もうワンチャンスが来ないかな。あ、窓か、窓か。おー、窓か。窓かね、窓かはまだこれレアリティ低いから。そうそうそう、普通にね、いる。そう、なぎさちゃんもいるんですよ。だから見てないから、から見てないから、まだ詳しく知らないから、この子のこと。あ、マミさんのマブス。いや、もう知ってください。あ、ホムホム、ホムラちゃんね。ホムラちゃん来た。ホムラちゃん、強い。これもでもちょっとね、すごくない。そう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 、サヤン強い。この二人のやつがなんかすごいね、うん、そうそう、二人セットのやつがあったら、うん、いいな。じゃあもう一人ぐらい来ないかな。なんかどこ、ホムラちゃん、ホムラちゃん。お、元じゃん、元じゃん。これちょっと待って、めっちゃいい、あれめっちゃいいな今日。あれあれ、おお、あ、押し来ました、押し来ました。これなんかでもめっちゃ良くない。あれ、なんか強いの、3体つがいるよ。え、めっちゃなんか良くないですか。あれ、いや、これはもう簡単、逆に訳がわからない期待だろ。いいんすか自分。ちょっと乙女の力見せて。いや、結構これ以上出せないと思う。いや、俺もうこの継承、ホムラちゃん、継承、まあ、確かに継承、ホムラちゃん出すわ。人の決勝で引くガチャはうめえだろ。簡単なことに導かれる。はい、サモン。おパリってなった。おこれ、これどうしよう。見終わった。おマジで、え、新キャラ2枚。マジ俺もうこれコンプする勢いだな。嘘だろ。え、あと2個もパリッとしてんだけど。ちょろいじゃん。もうこれはやっぱりすごいな。思ってんだな。
あ物語出ましたよ。なんかは知んないけど、多分マミさんバリッとしてたね。普通のマミさんだったから。え、これ新キャラ2枚抜きじゃないですか。そうね、これ多分本当気をつけたら、夜道気をつけたらいいですよ。俺が気をつけたあ、これ完全に導かれたわ。さすがだわ、やったー、まあ、実はこの引く間に何回もちょっと死に戻り、うん、ああ死に戻りやめろリセットね、あの戻ってんのね。マシモノしてるの。何回も来ました。なるほどね。じゃあ、はい、まあでもタイガー桜も引くんでしょ。はい、私もちょっとオッケー出します、はい、じゃあチャレンジします。さて続きましてはタイガー桜へ契約して魔法少女になっちゃうから、そして今回はやっぱり、はい、僕やっぱりね、さやかちゃんもしたんですよ。さやかちゃんね、はい、ずっとね、そう、ババゾンさんにさやかのフィギュアもらったことあるから。そうだね、投げてたよ。タンプルね。とりあえずあのさやか教皇はとりあえず抑えるとして、抑えるとして、はい、ホーム系出してみたいですね。気合が違うんだ。なんでホーム系ここにリボン巻いてるか知ってます？何見てないか。あ、バレらないじゃん。いや大丈夫、こっからバレる。ホームラー、ホームラちゃん変化したよ。ホームラちゃんね、とりあえずね。のみさんぐるっと来るから分かんねえんだよな。ケルノーン、ホムラ、サヤカ、お、ダイゴちゃん、おー、ゴー、ゴー、そうですね。そして、あたか、さあ、ナギスちゃん、でも、まあ、大体今回収してるよ、はい、これ。あ、次ですね。次、バリバリ、バイ、おー、おー、これじゃん、これだよ。そして、さあ、ケルノーン、新しい方じゃないから、おー、おー、すんごい出るじゃん。すんごい出るじゃん。ダメダメダメ。いや俺がすんごい出るじゃん。すんごい出るじゃん。いや前半で結構もう俺もすごい出たみたいな感じだったから、こっちもすごい出んじゃん。あら、すんごいじゃん。さやかちゃんも4体。うん。やっぱさやかちゃんは嬉しい。届いてるよ。やった。え？これどうすんのこれ？4枚。いや、ちょっとじゃあ。うん。いやもうさ。やっぱ一番ね、やっぱサヤン引いてもらっていいですか。やっぱ断りをぶつけてる男は違うからさ、京子とね、え、サヤカね、一番今日持ってる男がやっぱ引いてくるんだ。持ってないけど全部抜いてくる。時戻せっから任すとか言って時戻せマラソンすんなよ。できるっつってそう。3つ目まで、ね、なぞってみ、4つ目がそこ押してくれ。お、バリらない。お、バリ、おっ、おーい、これじゃん、欲しかったやつじゃん。欲しかったやつ。もうこれは え物語じゃないですか、うん、はいはい、おっ、なんかあれすごくね。いやなんかシルエット出てるけど、シルエット出た。いやこれレア度高いやつだから。これ、これすごいな。そこ押した、やっぱ。いや何回戻ったか分かんない。いやでも無事にホムホム我々両方持ってるってことだね、二、人とも持ってる。すごいじゃん。やっぱあれだね、愛が伝わってんだろうね。伝わったかもしんない。俺は映画見てないけどね。いやー、もう見てください。いや、見た方がいいっすよ。これを機会に、これ機会に見た方がいいっすよ。いや、気になるもんだって、うん、あの、俺知らない子一人いるもんだって。凪沙ちゃん知らない、うん、ね、いや、そうっすね、なんか結構、あの、普通に夢中で見れますよ。ほ、うんと、うん、途中までなんか俺なんか回想みたいな感じかなと思ったら、あれあれこっからあれ。いやそれなんだよね。だから俺もさ、なんかどういう扱いか分かってないからさ、劇場版の。いやもう最後の方とかもあれあれ、もう、ああこう、ああ、いやもうダメだ、語彙力。語彙力ちゃんと全員活躍するんで。あ、そうなんだ。なるほどね。いや、じゃあ本当俺もマミさんに期待しながら見るわ。はいはい、さあということで、はい、はい、だいぶ髪引きしたところで、はい、ここからちょっとねコラボダンジョン行ってみましょう。はい、今回、まあ、今のところね、今日今撮影の日に出てるのはこの3つコラボ、これがコラボ、僕と契約してるのがキューベ。うわ、来たキューベですよ。来ましたよ、おすまし顔ですよ。来たよ、ね、この窓辺からもかついてきましたね。いや俺ほん殺意湧いてるね。いやアニメとか見る前はマジこいつは、うん、もう多分俺たちの力になってくるやつだな、うん、そうそうそう、いや、なんかね、まあ、力にはなってくる、マスコット的なね、キャラかと思いきやそうそうそう、とんだ悪いやつ、こいつ、そう、こいつも、おかしい、おかしい、はい、これもね、はい、いるので、ここよ、これよ、人魚の、うわー、ね、はい、
この車輪の感じ。こいつ許せねえよな。こいつ何人や。許す。こいつは許す。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 許すよ。でこいつのあのダンジョンはこれね、あの水禁止だから。ほうほうほう。同じ属性。水ダメ。まあ、こいつも水なんだけど水禁止なので、それは連れて行けませんよと。なるほどなるほど。いうことですね。なので今回はここに挑戦したいと思います。はい。多分現状は多分一番難易度高いんじゃないかな。より属性で固めていくと。はい。じゃあ行ってみましょうかね。こいつはね、まあ普通に基本に忠実。おお。すげえ。すごいでしょ。すごい。配置が全部ね、まず初手でこうやって、ね、動かしてくるから、でこうやってね降ってくるのね。2キャラ入ってますね。そうだからこれを、まあ、避けながら殴るんだけど、どっちか犠牲になりますね。まあそうだね。でも一応リーダー残したいけどね。これしかもあんまりねスキルとかは使わないんで、もう本当に、ね、殴り合いになる。うりゃあコトコト。そうでコトこれね、相手のちゃんと攻撃範囲とかもね、しっかり見て、そうなんや、そうなんです、囲むんですよ。そうなんですよ、囲い込みの系。囲い込みの系なんですよ。囲い込んで、肝心なんだよ。殴っていくんだよ。早く作ってあげて、うりゃ投げ倒してあげて、もうダメ。いいけど、いいけど、強くね今の。呪い食らわしてるからこれね、結構攻撃力高いんでね。初任務の動くな。殴りづらいな。追い込み量ですよ、追い込み量。だめね。追い込み量まあ、結構封印されてますね。ね、これ食らっちゃうんだよ。3個矢印潰されるんだ。ちょこっとずつ殴って一旦ね。さあ残りのダメージがいいダメージ入っていくよ。じゃ一旦様子見ね、様子見の移動ね。なるほどね。壊すと、おお、勝利振ってくんね。さあ、おお、これでまた飛ばされるけど、こうやって地道に削っていけば勝てるんで。これ縦動けないのつら。これでも今スキル溜まったじゃん。全画ゴイしよう。またスキルね使うとね、なんか変なことしてくるんだよこいつは。だからひたすら殴りに行かないとやられてしまうと。そう、ずっと溜まったスキルが溜まってもね打てないんだよ。追い込んでる追い込んでる。ほら呪い強い。あーおー、あーあああああ、今範囲見てなかった。犠牲になった。なんか今は大丈夫だね。ただ3人残ってる。呪いをかけていきます。おい、あと1ターンで勝てそう。重い一撃さっきやられた。はい、入ってない。これでもう呪いで終わるけど、殴りでも終わる。イエース！ドーン！はい。結構ガチンコの殴り合いなんですね。そうだね。やはり本当に、なんていうか、逆に言うとね、こうサモンズボードってこういう戦い方が基本だよっていうのをこう、やはりな、分かるというね。やはり一人失いましたね。一人失ってしまったのがちょっと原作再現的な。原作再現なのかなと思いましたね。そうですね、やっぱ一人持っていかれる。一人持っていかれちゃったね、魔女に。汚れてしまったと。うん、はい。グリフシードもやられた。はい、ということで、まあ、こんな感じで、まあ、でもそれなりのやっぱ難しさあるんで、まあ、普通に、まあ、この1個下の、ダンジョンとかでやっていくのが、ここから始めた人はね、いいんじゃないかと思います。さあ、ということで、はい、コラボ検定やってきましたけど、どうでしたか、みやぼ。いや、マジでね、俺、魔法少女になった気分でしたよ。うん、魔法少女になりました。分かりづらいよ。ヒントコーンはどんな気分で いいことなのか、悪い魔法少女になりましたよ。マドカマジカね、好きな人は、これきっかけでね。いや、これきっかけにするべき、うん、まあ、あとコラボガチャは、実際その、マドマジのキャラしか出てこないから、だからマドマジ好きな人が、いや、それマジ嬉しいっすね。俺はいいなと思う。うん、はい、俺もです。乗っかってくんだ。さあ、ということで、そして、これ平桜井が、はい、これまだね、SP ガチャっていうのが、うん、もう引いてないんだね。馬場さん引いたんすか。俺引いちゃった。あれなんですか、これこれは、一人今書いてた、はい、一人一回無料11連ガチャができるっていう。だからこれ、今ね、まだまだきっかけで始めたよっていう人は、なんかタイミング的に今、ちょっとこれ引けるタイミング、うん、これただで引けるんですか。そう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 、無料11連ガチャで、しかもラインナップが結構ね豪華な、ね、そうそうそう、めっちゃ強い、出る可能性があるやつが結構強いのが入って、お最近俺らが一番使ってるんじゃないかって言われたら一番上のやつね。なるこれさ、これね、強いんだよ。もう開幕から、ね、めちゃ強そうじゃん、こいつ。スキル受けてめっちゃ強そうじゃん。こんな強いと思わなかったね。俺も持ってなかったの、便利でボンボンって打ってくれるんだけど、マジか。とか、結構人気シリーズが、うん、黒指とかも入ってるしね。そうそうそう、入ってるし、やっぱ、いい加減欲しいですね、一旦ね。うんうん、そうね、これやっぱり人気のね、キャラですよ。バトノさん好きそうということで、はい、じゃあ、引いてみますか。
さっきで運使い果たしてる可能性あるから。まだ汚れてないっすよ。バリ。お、俺の時バリじゃなかった。バリもしなかったから。これすごい。これすごいよ。取れるじゃないですか。俺の止まった。あ、でも、あれなんかいいの出てんの。どうなんだ。このバリった子誰？構えるか。え、ちょっと待って、あ、そこそこです。その宮本の推しこれでしょ。かっけえと思った。それ別に、別にのやつだから。めっちゃヒーマン乗っとる。ちょっと待って、3、そのアンドロメダの隣って誰？この子、ウンディーネ。あ、それウンディーネか、なるほどね。いや、ちょっと、うん、振るわなかったんじゃない？これは。あ、でもバロンミネスとかも悪くないけどね。え、かわいいこの子、うん。まあまあまあ、そんな激しく振る時もあると。めちゃくちゃあれやなやつは今回出なかったけど、うん、はい、まあ誰でもね、一人一回11年のね、チャンスがあるということはかなり、まあ、今から始める人にとっても始めやすいんじゃないでしょうか。いや、はい、それは嬉しいっすね。はいはい、ということでいろいろやってきましたけども、はい、まあ、マドカマドカのね、マドカマジカのね、マドカ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 マジカのコラボイベントね、うん、まだまだ今やったので全部じゃないんで、イベント男女もね、はい、ほんと、はい、ここまでコラボしてるゲームないよ、ここまで深く。いや、ほんとよ、こんなキャラの種類も多くてね。ホムケとか初めて見たよ、この。いや、俺もで、え、映画もマジ珍しくない？うん、確かに、ね、渚ちゃんキャラ化してるのもなかなかないから。あのホムホムが一番好きだもん。あのホム系、気になった方はだから、うん、ぜひね、これをきっかけに始めてみてください。はい、ではご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。